や別に死亡図には痛いわけじゃねえんだけどな。あーちょっと敵強いんじゃないこれ。大丈夫か。バルタック星人の冷凍攻撃、うわー強えこれ。マジか、めちゃくちゃ強え。ちょっと待てちょっと待て、めちゃくちゃ強え。ちょっと待て、これはやばいぞ。逃げた。わあ、もう一匹倒すだけで54だって。これはちょっと、どうする？いや、まず太郎と合流し、だよな。太郎と合流。身も心もボロボロだ。ボロボロだーって、ボロボロなの？本当に。あ、いた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 。いた。多くの怪獣たちに太郎は一人で立ち向かい、そして命尽きてしまいました。死んじゃったのかい。太郎を生き返らせるには、ゼットンに奪われたカラータイムを取り戻さねば。うわー、ゼットン。お願いです。太郎を生き返らせるため、ゼットンからカラータイムを取り戻してください。ゼットンは死亡ぞ。うわー、マジかよ。太郎は死んでいる。じゃあ、生きてる人たち集まってくれればいいんじゃない？僕の死んだお父さんが蘇って暴れてるんだ。お父さん。お父さん。くそー。いやもう太郎の力を借りないでさ、他の仲間集まってきてくれよ。いてえよ。知らねえよ。マジか、これ。ゼットンと戦うのかい。ゼットンって言ったらもう、ウルトラマンで言えばもうかなり有名なボスですよ。勝てんのか？ゼットン、大丈夫か？だってもう雑魚的でさえもう雑魚じゃないですもんね、ここね。雑魚が雑魚じゃない。くそー、レベル上げ必須かよ、これ。うわ、112だってめっちゃくちゃ。これすぐ上がるわ、レベル。うわ、とえーって言ったけど、これすぐ上がりますわ。はい。ちょっとレベル、とりあえず1個上げてもいい？ちょっとレベル1個上げてくるよ。今、レベルが10。だから11。ちょっと11で、ゼットンに挑んでみよう。ギロ星人。はい。まあ、おそらくこういうのも出てくるんでしょうね。ウルトラマンシリーズで。僕は全く知らないけども、いやほら雑魚がね、もう雑魚じゃないのよ。2人がかりでも一体倒しきれないのよこれ。あ、逃げた。くそ、腹立つこいつ。何もありません。やるがな、お墓あるがな、目の前に何もないなんてことはないでしょうよ。ちょっと一応ダブルで攻撃いくかこれ。いやー、これはまたとんでもないとこ来ちゃったな、これ。この、昔のね、レトロゲーあるあるですけど、一つ橋を越えたら、いきなり強い敵が出てくるっていう。一つステージが変わったらいきなり強い敵、そしていきなり大量の経験値みたいな。よくある、レトロロープレですよ。もうだっていきなりの敵の攻撃強いですもんね、これ。スペシウム光線。大丈夫か？ OK。ほら、1体で114ってやばくね、これ。よし、線は切ったな。だから同じやつ、ギロ星人を。あと8体ぐらい狩ればいいんでしょ？ OK。いきます。レベル上げます。ちょっと場所を知りたいな。シーボーズのお墓って言ってたけど、シーボーズとかってなんか名前は聞いたことあんのよ。なんかね、
なんだっけ、有吉の番組だったかな、有吉とマツコの番組だったかな、あれでなんかね、ウルトラマン特集でもないけどなんかやってたんだよな。うん、それでなんかシーボーズってなんか出てきてたのは覚えてる、なんとなく。あ、この辺じゃない？あ、気づいてない、オッケー。気づいてない敵には強気に出る。オッケー、アイスラッガー。オッケー、またつまらぬものを切ってしまった。これじゃね？あー、やっぱこれだ。あー、ちょっと戻る。あの、とりあえず場所をね、確認して、それで OK です。マイナズマ、プラズマ。知らねえよ、八つ崎降臨。どっち行く？こっち行くか。エメリウム光線。はい。サンダーボルト？危ない。当たらなければどうということはない。よーし、いざー。よし。八つ崎降臨。まあ、雑魚戦は八つ崎降臨最強ですけどね。オッケー。よーし。ちょっと待って。そもそもだけど、カプセル調整したいっすよね。あ、サトラ来てる。1、2、3、4つか。うーつ使ってみたいな。ちょっとどういう効果あるんだろう。ちょっとうーつ使ってみるか。テレスドン。こいつなんかめちゃくちゃ強かった気がした。あのカプセルで使うと。どうだったかな。うー。どうでしょうか。はい。うーが出る。逃げ出しただと？くっそー。だからこれうまくいく、うまくいくときとうまくいかないときなんだね、多分カプセル召喚。ちょ、これちょっとまずいから基地戻ろう。戻ろう。セブン、よみがえれ。オッケー。さあ次のレベルまでもうだいぶ、おっとごめんなさい、止まったね、やばいな。大丈夫か。危ねえ、止まったから。パソコン落ちるかなと思ったけど、危ない。あと、500ぐらいか。490ぐらい。500切ってるから、もうちょっと我慢して、レベル上げして、上がったら行きますぞ。ギロ星人、こいつを狩るぞ。こいつね、逃げるから、なるべくここで落としきれればいいんだけど、落としきれない。逃げんじゃねえぞ。 OK、 よし。いや、それにしてもですよ、それにしてもなんだけど、あのちょっと火だめがやばい。火だめがHP ね、60いくらとか50いくらとかしかねえのにさ、10何歩とか20何歩くらって明らか計算式おかしいでしょうよ。倒しきれない。エメリウム光線、毒に侵された。え、マジ？毒とかあんの？これ毒とかあんの？毒とか大丈夫だよね。多分バトル中だけだと思うけど。よし。はい。プラズマは多分万が一撃で落としてくれると思うけど、どうでしょうか。落とせない。これは痛い。いたたたた。いいね、エメリウム光線いいね。よし、さあもうちょっと、もう少々待ちよう。
ここのレベルもう一つ上がったらスペシウム大丈夫かい。マンが死んだら本当ゲームオーバーになるっていうのが今回初めて分かったんで、ちょっと気をつけないとね。八つ崎降臨、うーわーくそ腹立つこいつ、くそ、まあいいや。去る者追わず来る者拒まず、まあでも悪く言ったらあんまり人にこう干渉しないってことだよな。それってどうなのよっていうね。アイスラッカー一撃で落とせこれ。うん、なんか聞こえはいいんだけどね。あの来る者拒まずっていう、去る者追わずみたいな、なんかあのドライすぎやしませんか。よいしょ。来るもの拒まずはまあいいけどね。まあどうなんかな、あんまり熱くなりすぎるのも。おっと、これは初めて見るタイプ、アイスラッカー。はい、ドラコツインテール、オッケー。そろそろ上がるでしょ。そろそろレベル、そろそろ上がるよね。大丈夫だよね。まだか、まだか、もう待ち遠しい。来た、気づいていないところでボコる、背後からボコる。スペシウム光線、毒ガス効かねえんだよ。 OK、 よっしゃー、行くぜ。 Z のとこ行くぜ。ちょっと待って、もう一回ごめんなさい、もう一回カプセル調整。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 でしょ。ガバドンが1,2,3,4つ。もう一個、もちろんがね、二つあるからこれいらね。一個使うわ。はい。よし。オッケー。まあ、仮に死んだとしても、このレベル上がった状態で、まだここでやり直せるから、ガバドン増えた。1,2,3,4,5,6。6個あれば、いけるんじゃないか？なんならもう一個いくか、これ。ガマクジラあたり使って。まあ、ブルトンでもいいけど、この辺使って、増やすか。いや、まあ、とりあえず行ってみるか、これで。うん、まあ、とりあえず行ってみるか。はい、ちょっと12時過ぎましたけど、もうちょっと行きますね。12時半くらいまでは行こうかな。気づいていない。これ、レベル1つ上がったことによって、ちょっとどうなのよ。なんか効果あるかな？変わったことあるかい？そうでもねえな。そうで、あ、でも、マンは強くなってんな、これ。サンダーボルト。効かねえんだよ。あ、マンは強くなってる。もう全然、ヨダメ変わったんじゃない？ちょっと一回行ってみっか。あれ？あれ？あれ？どうなってんだこれ。あれ？え？
ちょっとわからん。ちょっとわからんな。どうなってんだ。どっか別なとこから入れるのかな。いや、明らかおかしいでしょよ、これ。いや、いけねえし。いけねえし。もしかして、まだ、多分まだなのかな。南東の方に、なんだったっけ、なんとかがあるみたいな。他にもなんかあるみたいな言ってなかったっけ。ここは多分だからシーボーズの、あれでしょ、お墓でしょ。ちょっとわかんねえな。ビビってた、めちゃくちゃビビってたのにね、ちょっと、拍子抜けというか、あ、これかな。ちょっと待って、もう一回、ちょっと戻る。情報収集だ。もう一回、操作を立て直さなければいかん。いいね、マン強くなってるよ。問題はちょっとそれ以下なメンバーなんだよ。それ以下がね、ちょっとお荷物感がありますよ、ちょっと。はい。あ、待って、せっかくだから、使うか。一個消費して、また基地に戻れば、またガバドンもらえると思うから。はい、テレスドンに当てる。おーっと、逃げた。恐れをなしたな。よいしょ。これで多分またガバドンもらえると思うから。はい。もらってまーす。1、2、3、4、5、6、7。7あればまあ大丈夫でしょう。南の方に行くと南東、東が見守る塔が南東の方にあると。で、南の方向に行くとシーボーズの墓がある。で、そこにゼットンがいると。で、そのゼットンが太郎のカラータイム、タイマーを持ってるんだよね。いや、だけどさ。いや、だけどもよ。だけどもよ。いねえじゃんっていうね。あれ？山越えられねえのかよ。あー、もうやる気しない、この全体攻撃。全体攻撃、もう、これ。めちゃくちゃ食らう、これ、ほんと。やっぱりこいつ、これ、基本的に逃げるゲーだわ。なんか。だって、これ、まともに戦ってボスまでいけませんって。これだけダメージ食らうんだったら。まさにこれ、桃伝の時と同じ恐怖が蘇る。桃伝と同じ匂いしかしねえ。ちょっとこれ東の方行ってみようか。東の方。バカめ、逃げやがったな。うわ、一撃で落とせよ、ここ。一撃で落とすとこよ。うわ、もうここ先制するとこよ、ここ。OK。これか。はい。いやー、倒しきれねえなー。サンダーボルト。うわー、つえー。ダメだー。これつえーわ、この辺の敵、やっぱ。ちょっと、ガバドンなしでいってみる。これ二人で来ていいのかな。二
二人で来ていいのか。まだ成分の方行くよね、これ本当。オッケー。順番的にこれで合ってんのかな。それとも太郎を起こしてから本来来るべきなのかな。どうなのかな。オッケー。いやー、強えわ。くそー。121、やばっ。経験値。ちょっと HP 確認。あー、まあまあもうちょっと頑張れるな。なんもないね。防御。そろそろ使うか、ガバドン。オッケー。もうワンバトル、いやここだな、ここでつ、ここ使い時だ。オッケー、よし。これ引きずってね、セブン落ちちゃったりしたら余裕持って、あの戻る、基地に戻る、あのカプセル使えなくなっちゃうからね。マン単体は非常に危険。それこそ本当に逃げるゲー、完全なる逃げるゲーになっちゃうから。あ、階段見えてる。あれぐるっと回っていかなきゃダメなんだろうな。防御だ。防御。よーし。いやー、これはどうなのかな。ぐいぐい進んで大丈夫かい。まあ、いざとなったら帰るんで、ほんと。いざとなったら帰る。経験値は無駄にしたくない。そうしよう。今度から常にそうすればいいんだ。ダメだったら、一回基地に帰ると。経験値を無駄にするのが一番嫌ですよね。 OK。 今まで本当にね、この無駄になった経験値数知れずですからね。それだけでもしかしてレベルもう1個ぐらい、もう2個ぐらい違うんじゃねえかっていう。 OK。あ、逃げた。よいしょっと。でもさ、ここ何があるんだろうね、この塔は。なんか墓場をこう見守る塔があるって聞いただけで、ここに誰がいるとかさ、何があるとかさ、なんかアイテム的なのあってそこ取りに行けとか、何もそういう指令受けてないんだけど、これ来ちゃっていいのかな。むしろそっちの方がシーボーズの、あの何だったっけ、まあ、津軽訛りだとシーボーズなんだけど、シーボーズのあの墓行ってさ、パラタイマー取ってくる方先なんじゃねーの説だよな。あ、オッケー。ちょ、レベルちょっともう一回確認していいですか。ちょっと何回も行ったり来たりで申し訳ないけど。OK。とりあえず線は切った。線は切った。気づいていない。はい。おお、OK。ちょっともったいなかったね。大丈夫か、セブン。ちょ、セブンやばいね。セブンは落としたくない。落とされたくない。9。使うか。OK。まあ、防御で耐えてもいいんだけど、9
急だったらさすがに防御でも不安。うん、さすがに不安。オッケー、よし。できればどっちかといったら万の方に攻撃集まってくれた方がいいかなって感じですね。よし、7800ぐらいだったっけ確か次のレベル。あー先制された。オッケー、そっちに寄ってる。アイスラッガー、アイスラッガー、まだつまらぬものを切ってしまった。防御、いやーダメだな、もう常に先取られてるもんね。ちょっとダメだなこれ。やっぱね、何度も言うけどロープレイの基本っていうか、やっぱね、わあいる。ちょっとこれ行っていいか、行って大丈夫かこれ。あと1,2,3,4,5個、バキシム、なんだそりゃ。使って、バキシム使ってみるかここで。うっそー、うーわうわ、ガバドン1個無駄になった。うわ、完全にガバドン1個無駄になった。これこの何歩かだよ、何歩か歩くだけ。これでもうエンカウントしちゃうからね、恐るべしエンカウント、エンカ率。よくここまで来た愚か者どもよ、神聖なる御霊の眠りを妨げる役からは我が手にいて始末してくれよ。読みにくい、読みにくい。古代ゴン、ダー電磁バリア、これこれこれ、開幕電磁バリアよ。バキシム電磁バリア、オッケー。炎入って、あーよかった、そっち行った。効かぬのだ時、バキシム強いのかな、頑張れ。おーおー炎吐いた、効かない。向こうも炎吐く、うわー効いた10。あーでもやっぱこれ電磁バリアでガードしてるからだよね。スペシウム光線、これがね、でもねどっかで切れるんだよ。まだそっちばっか行ってんな。まあいいんだけどね、いいんだけど、電磁バリア張ってるからいいんだけど、いずれ切れ、きたスプリング光線、スプリングがね、もう何発ぶち込めるかってところだよね。こっちはいいよ、スプリング光線直立不動、うーわ外した。電磁バリア、電磁バリアを張り直す。いや今のスプリング光線外れたのが痛い、めちゃくちゃ痛い。スペシウムでもいい、されたオッケー。ガバドン呼び、おーっしゃオッケーオッケーオッケー、完全に運ゲー。棺桶の鍵、はい、いやいや棺桶の鍵はいいんだけどさ、いや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 、棺桶の鍵はいいんだけど、いいんだけど、それをどこでどう使うのよ。あこれやばくね、これやばくね。オッケー、待たせたな。よいしょ、じゅわっ、オッケー。どうする、歩いて戻るか、いや歩いて戻らなくてもいいよな、とめんどくせえから。サドラー、はい、ここは歩いて戻りましょう。多分ね、棺桶の鍵はこの死亡図の墓で使うんだろうけど、だからあれどっから入んの、入るのかな。棺桶のとこまでたどり着けないのよ、どうやっても。
どり着けないのよ。どうすんだろう。いや、今の本当に完全に運ゲーよ。電磁バリア2回も来てくれたもんね。しかも開幕で電磁バリア来てくれたから、これ以上ない展開だって。あれで勝てなかったら本当にもうね、しばらくまた勝てない時期続くぞみたいな。私レベルも12になったし、理想的、まさに理想的、12になって戻ってくるっていう、まさに理想。 OK、 ちょっと待って、じゃあもう一回その死亡図の墓行ってみるよ。